1976年の戸黒京駅と周囲約500メートル範囲。左下が伊達門別方面。写真中央に駅舎、駅舎前から伊達門別方向に緩やかにカーブする単式ホームが白く見え、駅裏側にも側線の姿が崖の陰に隠れた形で少し見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成トグロ系駅は、かつて、北海道薄郡総別町あざとグロ系に、設置されていた、日本国有鉄道イブリ線の駅である。電報略号はハケイブリ線の廃線に伴い、1986年11月1日に、廃駅となった。1980年9月まで運行されていた、急行、イブリの停車駅であった。廃止時点で、 単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。かつては相対式ホーム二面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎の反対側の一線は交換設備運用廃止後も建物別法の転鉄機と一部の線路が撤去された状態で側線として残っていた。ただし、 1983年時点では、ホームは撤去されていた。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は一部改修され、正面の事務室部分の窓は塞がれていた。駅舎は、校内の北西側に位置し、高台のホームとは、階段付きの通路で連絡した。校内が緩くカーブしており、ホームもカーブしていた。当駅が所在した地名より、地名は、アイヌ語の、 パンケに由来する。1997年時点では、ホームと線路跡が残存しており、駅があった頃の雰囲気が残っていた。2010年時点でも同様で、校内に登る階段も残存していた。2011年時点でも同様で、建物別型の築堤やホーム上の備品も残存している。バス停留所も設置されている。また、 1997年時点では駅跡より、建門別方に行ったところにある白水川に、ガーダー橋が残存していた。2010年時点、2011年時点でも、同様であった。橋そばの温泉旅館の露天風呂からよく見えるとのことで、ある。ありがとうございます。